位は、誰も止められないゴン中山さん、神がかった4試合連続のハットトリック。元気なキャラクターで人気の解説者、ゴン中山こと中山雅史さん。その彼が絶頂期だった1998年、とんでもない伝説が。それは4月15日に行われたジュビロ磐田とセレッソ大阪の一戦。ゴンさんが所属するジュビロは前年にリーグ初制覇。その勢いのまま、前半39分、ゴンさん見事なゴールを決めます。さらに後半に入った8分には、自ら走り込みシュート。これで2点目。さらに勢いは止まらず、サッカーは得点が入りにくいスポーツなのに、一人で1試合3点も決めちゃうビッグプレー、ハットトリックを達成。ところがゾーンに入っちゃったゴンさんはまだまだ止まりませんよ。これで4点目。ゴンさん劇場はまだ続き、5点目。J リーグの最多得点、タイ記録を樹立しました。これだけでもすごいんですが、ゴンさんの快進撃はまだまだゴンの序章に過ぎなかったんです。ここを見てみて。3日後に行われた次の試合、サンフレッチェ戦では、開始わずか11分、先制ゴールを決めます。この日もゴンさんの快進撃が。頭で合わせて2点目。さらに、もう彼を止めることは誰にもできません。ゴンさんのとこ行くんですね。終わってみればこの日は4得点、2試合連続のハットトリックを決めました。かっこいい。ゴンさんの快進撃まだまだ止まりませんよ。次の1週間後の試合でも、またまた4得点を挙げ、3試合連続ハットトリック達成。4日後に行われたコンサドーレ戦、ここでハットトリックを決めれば4試合連続の世界記録。普通ならプレッシャーがかかるんですが、ゾーンに入ったゴンさんには関係ありませんでした。これで2点目、あと1点。驚異の集中力で大爆発したゴンさん、4試合連続のハットトリックというギネス世界記録を打ち立てました。やっぱりゴンさんはすごいですね。いやー、やっぱり勢いって大事ですよね。